もともと美味に入ることがずっと夢で、美味の専属になれて、ここからは表紙になりたいなってずっと思って頑張ってきたので、しかもその小松菜奈と一緒に山菜奈としてこうやって表紙になれたことはすっごく嬉しいですね。楽しかったことはもう会うのが久しぶりだったんですね。それがもう会えたことがすごい嬉しかったのと、なんか仲良すぎて恥ずかしくて逆にで、お互いなんかこう見つめ合ったりとかして照れたりとかそれ大変というか、ちょっと楽しかったエピソードですね。たくさんすごいインタビューもしていただいて、これを見れば今の山菜奈が分かるのかなって。一番見てほしいのは表紙ですね次は単独で表紙を飾れるように頑張っていこうと思ってます。山でした